企画みんなのことをよく知ろう。ネタの方は少しお休みして企画ということでですね、今回の企画はですね、トーク企画、まあね、ショーケースの、ね、新入生が入ってきてまだまだ僕たちには知らないことがいっぱいあります。そこでお互いのことをもっとよく知ろうという企画を見まして、ね、今回のようなトーク企画をですね、ご紹介いたしました。もういいよ。相変わらず決めていたお題を今から来るので、そのお題に対して、まあ、トーク企画を見てくれ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 誰も考えなかったと思うんですけどね。この5人が選ばれたってね、やっぱりトーク力が一番、まさしくそうですね。もうあのだからショーケースを代表したトークが上手いお人たちがね、集まってるわけですよ。なるほどね。そうですね、あの生地獄、これ名前出たんですね。ちゃんと生地獄、これ名前出てる。生地獄もね、ありがとうございます。まあそんな生地獄を選ばれる5人がトーク力で今ね、このメンバーでね、そうですね、行きたいと思います。じゃあ皆さん、はい、さあ、早速ね、トーク企画の方を始めたいんですけども、まず最初のね、トークテーマね、昔の部活動ね、部活動ね、部活みんな何してたかによってね、やっぱね、トークの幅ってすごい広がると思うんですね。何かしらね、そうそう、何かしらね、トークね、満たしてたと思う、ね、部活してると思いますので、じゃあ、まずはね、僕らが、部活何してたかな。僕はですね、うん、こんな格好ですけど、陸上やってました。あ、陸上ね、陸上部か。はい、はい、3年、中高3年、6年間ですね。すごい、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 めちゃめちゃしんどい、すごい、400メートルハードル、めちゃめちゃ受け取るやん、こんなすごいな、すごい、400億力やな、すごい、4月の話しただけでこんな受ける、すごい、みんなお前見たんじゃん。じゃあ続いて松原ね、じゃあ俺はあのサッカー、サッカーいい、サッカーできると思ってますね。そう、いやいや、そうそうそう、サッカーね、しかっこいいな、今ワールドカップでもすごい盛り上がってる。サッカーで一つ戦っていただくならこの5人の夫人のサイドバックと最後に高いよ、どうしよう、俺はメガネばっかり、すごいサッカーいいの持ってますよ、見てるよ、見るのは本当に分かる、なかなかやってるよ。俺はね、オブラとして俺も陸上だった。あ、そうなんだ、陸上、キングに僕も陸上部なんですよね。そう、陸上もね、意外に出るんですよ。サッカーも持ってるけど、陸上も持ってる。じゃあね、部活だけ、僕はね、なんか地味と思われがちなね、卓球ですね。卓球ですね、中古だよ。あれ割とね、早いですよ、100キロ以上出るんですよ。そんなで、卓球ですよ、そんなで回転も大きいからね、前もすごい、なんか何でも、なんか卓球地味なのにみたいな感じじゃないですか。俺どうした、なんかあった。なんもない。なんもない。いや、なんかおかしい。卓球好きなの？卓球好きよ。じゃあ、なんで？そんな喋り方やないけど。お前、そんな喋り方やないと思う。じゃあ、中西さんは部活何やの？僕は先ほど言ったと陸上部です。一応、この大会で一応短距離やってました。短距離やって通用しなくなったから、2回の途中、2年途中で幅跳びに移って。なるほど。幅跳びね。なぁね、今日陸上率高いけどな。そうですね。陸上部の3人が。僕だけ室内です。なんかちょっと。室内かな。室内です。仲間外れ感出てる。外れ感出てますけど。めっちゃスポーツしてたのかな、用意してる。そうやんな、かっこいいです。でも中退出てますから、言うても。え、マジか。なんでさっき言わんかった。あ、ごめんなさいね。ちょっとね、隠す癖が。さあ、じゃあ続いてのね、部活のトークテーマが終わったということで、次のトークテーマね、恋愛話。恋愛ね、初恋とかになったんですよ。初恋はいつだったかっていうのをね、聞いていきたいなと思うんですけど、そうですね、小学校の時のやっぱり初恋ってね、俺も経験あるけども、なんかやっぱりこうおませなね、時期に来るから、そうですね、年上ね、女の人がすごい好き、やっぱね、すごい好きよね、憧れ込むしね、お姉さんみたいなのがやっぱ母性が、そうそうそう、男の人が正解してそうだね、
続きまして、じゃあ松原初恋。初恋ですか。僕は幼稚園ですね。幼稚園。幼稚園。幼稚園の先生じゃない。幼稚園のな。先生がすごいな。確かに個性が。お母さんの借りてる先生として。そうそう。間違って先生にお母さんって言ってもらうような。ああどうですか。それはなかった。それはない。ないんだよ。今俺そういう話したでしょ。俺の初恋は僕もですよ。俺の初恋はどれぐらいの興味ない。興味ないから。生地と生地と初恋の話。僕も昭和3、4年ぐらいだと思う。やっぱりね。そうなんですね。やっぱクラスの子がね、可愛いとかね、隣のクラスの子に片思いするとかね、あるよね。じゃあ中西初恋って言っちゃった。もう初恋に幼稚園ですね。幼稚園暑いよな。幼稚園暑いよ。幼稚園暑いよ。幼稚園暑いよ。俺もそういう時期あったわ。幼稚園可愛いなって思ったんですよ。その子を何とかして落としたいとか俺も思ってたな。幼稚園の子一緒に話したりしてね。あんな場所があるね。風の上がりですよ。いや、そうそう、可愛いですよ。幼稚園の子いいですよ。そうそう、何ですか。あなた許さんね。ケーキとかない。じゃあ続きましてのトークテーマは中学、小中学校のあるあるなんか聞いてみて。あるあるですか。あるあるですか。あるあるなんですよね。なんかあるあるあるよって方が、あるあるあるよ、あるあるあるよって。僕なんかね、野球とかするじゃないですか。野球ね、野球みたいな。なんかルール知らずに、なんかバントを4回以上しちゃうみたいな。何回も。それってどういうことどういうこと。頭が弱いの。あ、え、そんなことない。バント4回って4回。あ、ないよ、そんなないっす。バント別に。あ、ないっす。3回失敗から来たの。3回失敗したらアウトやから4回どういうこと。あ、そういう感じで。これ、怖くないで。あ、怖くない。怖いしてね。怖くないよ。わからないし。バント4回別に怖いな、この前。あれに怖いな、もう。じゃあ、あるあるなんか逆にあるよ。じゃあ、小倉もあるある。小中学校こんなことなんて、やっぱりあるあるって経験したことでしょ。小中学校は、そうです。小学校なんですけど、先生に向かって、お母さんって呼んじゃうことがよくあった。そうそう、さっきね、俺もそういう話をしてたけど、途切れたお前。お前、ガス栓閉めたっけなみたいな顔してんなよ、お前。それっぽかったですよね。小中学ですけど、そう、先生のことを今後一切使うことないよ。来ないですね。じゃあ、集まるなんかないか。あるあるっすか。あるある、ある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 で、早く探してるのに。何、あ、聞いて、思い出しながら聞いてたの。あ、そういうこと。話したことない。まだ話したことない。そうそう、話したことない。ゲームじゃないですか。大乱闘とかやった。大乱闘やりました。大乱闘が強い子は人気者やった。そうそうそう。ガスの噴射攻撃やった。ガスの何の話だ。ガスの噴射。ガスの噴射。あ、気のせいですね。気のせい。別にゲームそれだけ。いや、もうガスの線、それはなかった。まあ俺はね、やっぱりパワープロ、野球の。ああ、やっぱりね、ピッチャーが締める。締める。ピッチャーがこううまいこと締めると、やっぱり炎上しなくて済む。ああ、なるほど。試合が、試合がなんか変な風景。そう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 。だから炎上型のピッチャーとか言うけど、炎上型のピッチャー、ピッチャーがちゃんと締めてくれれば絶対抑える、抑える。そう、ピッチャーが締めてくれば絶対。いや、それはお前の自分の話。試合は絶対締める。炎上しないわけ。そうそう、だからやっぱパブでは俺すごいこれ気にしてるね。なるほどね。そう、じゃあ中西もなんか小中学校時代のあるある。なんかゲームで地面が落ちたら金が落ちてジャンプするの。地面が落ちた瞬間金はあった。確かに金は流行りましたね。流行っ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 たね。課金とかで流行るよね。そうそうそう、いじめみたいな感じだけど、課金っていうのはすごい流行りましたけどね。他がなんで課金であれいじめになったよね。そうそう、だからなんか中西金とかね、外側がなんかサウンド汚いとかね。お前の話だよ。お前今汚い汚い言うてんの。あ、僕の話です。僕が汚いって話になってくる。だいぶ期待してますね。さっきの遊びの話です。
いやまあそんな感じでね、話してきてましたけど、はいはいはい、なんかこんな話みんなの時にしてみたいなってしてみたい話そう俺から言ってるだけでちょっと盛り上がらないと思うんですけどねしてみたい、はい、あの僕夢があるんですけど夢あ将来やっぱり、うん、女の人と結婚したいですね結婚確かにいい夢だもん、うん、将来やっぱいい夢だな松原なんか将来の夢将来の夢まあ当時どんなにとった夢で言ったら、うん、まあネタでましたけれどもポケモンマスターポケモンマスター小さい頃にはね憧れやりましたもんねポケモンマスターポケモンマスターねポケモンマスターポケモンマスターポケモンマスターまずピカチュウ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 好きやったね将来の夢なんかねやっぱり俺さっき野球の話してたけどね野球選手は憧れたあーいいねーいいですね野球選手は憧れたね憧れたね野球選手はねポジションで言うとどこになるかポジションで俺やっぱねピッチャーが一番やっぱりピッチャーピッチャーピッチャーのことピッて投げてこうバンってやる感じねこうみんなわかるしピッてやってこうガンってやるガンってやってこうガンってやる同じこと言ってやる野球やっぱしてるとやっぱそれすごいこうわかるでしょなんかこう血が高ぶる感じわかるでしょなんかこうみんな動こうぜっていう感じになる感じわかんない楽しい楽しいやろ楽しいやろ楽しいやろなんかこう野球みんなでしてやろうって感じになるな何で生きてんの何で生きてんの何で生きてんの今何世紀今何世紀今全然わからないですよ未来ですいやでもどうだよなじゃあ次マックなんか将来あれですね割と多いですよ無駄に無駄っていうのは教師ですよね教師教師あーいい夢ですね教師ですね教師になってね正露丸の授業とか正露丸の授業とか正露丸の授業正露丸の授業お前今正露丸とか言うなってそんないやいやまあまあ草についてお前臭いとか言うなっていうのはやめろあっ将来だ先生になりたいっていうのは分かったじゃあもうこんなところで今日のトーク企画みんなのこと読むしろ終わりたいと思いますはいさよなら